はい、本日、先ほどですが、自民党の萩生田政調会長に、物価高対策の第一弾として、ガソリンをはじめとする燃料油価格対策について、緊急に検討を行い、月内に与党として一定の方向性を提案するよう指示をいたしました。公明党高木政調会長にも同志のお願いをいたしました。なぜこの再びガソリンなど燃料油対策に緊急に取り組むのかということでありますが、岸田内閣はウクライナ侵略などによる物価高から国民の生活を守ることを約束していきました。とりわけガソリンや灯油など燃料油の急騰から国民生活、さらには中小企業のなりわいを守るため、過去に例のない思い切った対策、すなわち燃料油激変緩和措置を2022年1月末から講じてきました。この燃料油激変緩和措置はには、これまでに合計で6兆2000億円の予算を投入し、大きな効果を発揮してきています。例えば昨年6月には円ベースでの輸入原油価格がガソリンでいうとリッター216円の水準まで値上がりいたしましたが、41円強の補助金を投入して小売価格を174円に抑えることができました。これに対しては化石燃料の消費拡大を補助することになるのではないかという脱炭素の立場からの指摘もありました。価格上昇が安定化したら一刻も早く財政資金の投入をやめるべきだ、こういった意見もありました。よって岸田政権としてはガソリン価格の例を見ない急騰からまずは国民生活を守り、激変緩和措置の効果を見極めつつ、なるべく国民生活に大きな影響がないように徐々に補助水準を縮小していく、こうした方針を取ってきました。昨年末以降、今年の6月までの半年間は原油輸入価格は下げ基調を続け、補助制度を少しずつ縮小する、こうした取り組みを続けてきたわけですが、しかしながら本年夏の産油国の自主減産が本格化し、為替動向も相まってガソリン小売価格は過去最高水準となる185円に近づきつつあります。この今年の夏、私自身いろんな現場にお伺いし、ガソリンなど燃料油価格高騰にお困りになっている方々の声、直接伺ってきました。こうした状況の中で燃料油価格対策に緊急に取り組む必要があると判断をした次第であります。9月上旬には国民の皆さんが効果を実感できるよう与党とも連携をし、大車輪で今月内に成案を得ることといたします。私から以上です。ご質問ですか。TBS の中島と申します。はい、総理は先ほど萩生田政調会長に物価高への対策を検討するよう指示されましたが、はい、政府としてガソリンへの補助金を延長する方向で検討されているのでしょうか。また早ければ週内にも
関係省庁に指示を出す方針だという一部報道がありますが、事実であれば延長の狙いと事実関係を改めてお聞かせください。先ほど申し上げましたように、燃料油価格対策について緊急の検討を与党にお願いをしたわけであります。その中身、その期間ですとか、あるいは具体的な手法ですとか金額ですとか、こういったことについて今月中に緊急に検討してくれと、こういう指示をしたわけであります。与党のこの検討を行い、そして政府与党連携をしながら対策を考えていきたい、こういったことで今日指示を出したということであります。ありがとうございます。電気ガスへの補助は10月末で終了となる予定ですが、こちらの補助への延長など検討されているのか教えてください。はい、電気ガスについてはご指摘のように、措置が9月末まで続くという状況にありますが、それも念頭に置きながら、さらにはそれ以外のこのさまざまなその物価の状況等も見ながら、この経済対策を9月には考えていきたいと思っています。すなわち、このガソリン等の燃料油の激変緩和措置については今月中先出しでしっかり検討を行い、その後来月に向けて経済対策全体をしっかり議論していきたいと考えております。その他、毎日新聞です。本日未明に北朝鮮が通告をした人工衛星と称する弾道ミサイルの発射についてお伺いします。先日の日米韓首脳会談では首脳間での情報共有等での合意がありましたが、今回の件で日米韓首脳の電話協議などを実施する考えはございますでしょうか。はい、まず、北朝鮮が、人工衛星の打ち上げを行った場合での、その場合のこの外交面での対応について今余談をもって申し上げることは控えたいとは思いますが、いずれにせよこの衛星打ち上げを目的としたものであっても、弾道ミサイル技術を用いた発射、これは関連する安保理決議に違反をし、そして国民の安全に大きく関わる重大な問題であると認識をしております。情報収集警戒監視、に全力を挙げるとともに、日米韓での緊密に連携をしていく、これは当然のことであると考えています。